僕が魔王を惨殺した7人の一人ってのは話したかな。実はあの時こっそり食ったんだよ、死んだ魔王の肉。なんということを。体中から力が止めどなく溢れてくる。僕はついにこの世界の頂点捕食者になったんだ。終わりだ、カツケども。お前は魔王の娘、生きていたのか。ならばちょうどいい。お前にぜひ伝えたいことがあったんだ。お前の父親はうまかったぞ。あの肉を食べた時、僕は生まれて初めて生きていることの喜びを味わっ。なんて威力だよ。やあ、悲しい目をしたお嬢さん。貴様、なぜ生きている。彼は父親の仇だったのだね。それで気は晴れたかね。次は殺す。すげえ、あんな恐ろしいやつを追っ払っちまった。思えば彼も生きる道を見失った悲しい男だったね。そしてそんな彼を殺し復讐を遂げた彼女の目からも悲しみは消えぬままだった。いつか彼女の物語を書いてみたいものだ。